夜間飛行はフランスのパイロット、小説家であるアントワーヌ・ド・サンテグ・ジュッペリによる小説であり、1931年にガリマール書店から刊行され、同年のフェミナ賞に輝いた。翌1932年には英訳ナイト・フライトがアメリカとイギリスで刊行され、1933年にクラレンス・ブラウン監督によって映画化された。1956年に 堀口大学による翻訳が刊行された。サンテグジュペリ自身の飛行機乗りの経験を活かしたリアリズムにあふれる作品。夜間飛行という当時は危険極まりなかった事業の中で浮き彫りにされる人間の尊厳と勇気が主題となっている。また、通信機、エンジン、飛行士の会話など作者自身の経験を活かしたリアルな描写は郵便飛行開拓機の歴史的資料としての価値も 高い。フランスの植民地文学としても白尾である。パタゴニアから飛行士ファビアンの操縦する飛行機がブエノスアイレスへと帰還しつつあった。ブエノスアイレスでそれを待ち受ける支配人リビエールは部下に対して常に冷徹で時間の遅れや整備不良を決して許さず厳しい処分を持って当たっていた。嫌われ者の上司に睨まれることによって初めて現場の規律が保たれる というのが彼の信念であった。だが彼は常に不安にさいなまれていた。郵便飛行の未来のため、飛行士の命を守るため、使命感から内心の不安を押し殺して、必死に対処していたのだ。一方、リビエールの部下である監督のロビノーは、やや愚鈍な男だった。飛行士たちに対して、リビエールが作った規則をただ言われた通りに押し付けることと、 従業員の荒探しをして報告することだけが彼の役回りだった。が、飛行士ペルランの輝かしい成果を前にして、自分の姿に疑問を抱く。彼は、ペルランに、自分の惨めな人生について、打ち明けようとするが、リビエールは、ロビノーの講師混同を許さず、ロビノーにペルランを処分する、報告書を書かせる。だが、リビエールもまた孤独に苦しんでいた。リビエールは、 夜空に光る星にメッセージを感じるが、それを理解する人は少ない。加齢による腰痛に苦しめられつつもそれを誰にも言えない。リビエールは、整備不良の角で、ロブレという整備校を解雇する。二役係としてなら雇ってやれるとリビエールは言うが、整備校としてのプライドを捨てられない老人はそれを受けようとしない。リビエールはすがりつくように懇願するロブレから目を背け、 一方的に解雇を通告した。だがリビエールは迷った。彼が一言許すと言って解雇通知を破り捨ててしまえば、ロブレはどんなに喜ぶだろうか。しかし彼は現場の配線ミスの報告を受け、改めてロブレの解雇の決意を固めた。彼は考える。僕は従業員を処罰するが、僕は彼らを排除したいわけじゃない。 彼らをすり抜けてくる加護を排除しなければならないのだ。そうしなければ、飛行士が、会社が、事業が、事故に、脅やかされ続けることになるその頃、今夜立つ欧州便の操縦士は、妻と語り合っていた。すでに空へ舞い上がることを考えている。操縦士に、一末の寂しさを覚えながら、妻は操縦士を送り出す。リビエールは操縦士を部屋に呼ぶと、内心では、 暴風雨に立ち向かう彼の勇気を称賛しながらも危険などないと叱責し彼を鼓舞する。リビエールは自分の勝利を確信して夜間飛行を開拓したことを思い出していた。ファビアンの操縦するパタゴニア機が暴風雨に遭遇した。ファビアンは必死に暴風雨を出ようとするが現在位置すらつかめない。やがて暴風や雷雨で通信が途絶え、 ファビアン機は完全に消息を絶った。やがていつものようにファビアンの安否を確かめるため電話したシモーヌに対しリビエールは端的に事実を告げつつも夜間飛行の事業に飛行士を犠牲にするほどの価値があるのかと自問自答する。一方ファビアン機は雷雨の真っ只中にいて対電により通信不可能な状態であった。ファビアンは雲のさらに上空まで上昇を試みる。だが 雲を越えてしまえば、もう陸地を探すことはできない。通信は一時復旧したものの、燃料が残り30分しか持たないという絶望的な事態を伝えることしかできなかった。シモーヌがリビエールに面会を求めた。リビエールは、待つしかないと彼女をなだめるが、もはやファビアンが無事に戻る見込みがないことは誰にとっても明らかだった。やがてファビアンからの連絡は途絶え、 そのまま燃料の限界時間が訪れた。リビエールは、うなだれて、ロビノーに、一人にしてくれと語りかける。やがて、ロビノーは、ファビアンを失ったこと、郵便飛行が頓挫するであろうことの二重の衝撃で、打ちのめされているリビエールを慰めなければと思い、再び、リビエールのいる管理人室を訪れる。だが、顔を上げた、リビエールの表情は打ちひしがれた敗北者のものでは、 なかった。リビエールは郵便飛行の続行を告げた。離陸を延期されていた欧州便の操縦士に続行の知らせが届いた。恐怖を克服した操縦士は湧き上がる力を持って再び危険な夜間飛行へと旅立ってゆく。事務室には勝利も敗北もすべて乗り越えて歩み続けるリビエールの姿があった。ありがとうございます。